はい、皆さんお疲れ様です。今回は深夜さん、申し訳ないくらい波が非常にちっちゃかったです。まあ、この時はあのドローンで撮影をして少し波あるように見えるんですけども、実質の波は多分すね以下ですね。非常にちっちゃい波で、まあ僕らからしたら父式とかに乗ったら簡単なんですけども、深夜さんの場合はまああの背が高く体重もあるので、まあもちろん父式には乗ってるんですけども、なかなか厳しい状況でもこのたくさんの波を捕まえてもらっていいサーフィンを見せてもらいました。まあこの時ライディングがうんぬんっていうよりも、やっぱりこのパドルをもっと直していけるのと、この姿勢ですね、テイクオフする時の姿勢がもっとこう直していけたらもっと抵抗が速くなるんじゃないかなと思いました。もちろん今すでに抵抗が速いんですけど、深夜さんはさらに抵抗が速くして、速くすればするほど楽になるんですよ、疲れにくい。なのでそんなに焦がなくていい、良くなってくるんですよね。もう数回のパドルでできるようになってくるんで、まあ今回もあのそれをちょっとレッスンさせてもらって、まあ今回ドローンで見えたのがちょっと足の開き具合と、この足の上がりを、この癖ですね、直していけたら、もっと速くなるんじゃないかな、と思いました。まあ、もっと速くなるっていうか、もっと楽に焦げて、もっと数を仕留めていけたら、まあ、必然的に、あの、テイクオフからの、まあ、こういう波だと、ノーズライドぐらいしかないんですけども、ノーズライドを。まあ、深夜さんはサーフィンが上手くてですね、波がサイズあって、本領発揮するんで、まあ胸、肩、腰とかあればすごい板をこう振り回していけるようなサーフィングできるんで、まあそこも伸ばしつつ、やっぱり小波でもこの小刻みな動きができるようになったらすごいいいかなと思います。まあもちろん相方がスカイウォーカーに乗ってますんで、ああ間違えました、スカイウォーカーの生みの親なので相方が、もちろんスカイウォーカーで練習してもらって、あの、こういう小波でも、こう、小刻みな動きで、ノズが行くんっていう目的ではなくて、この体重移動ですね、板の上の、を小さくできるようになってきたら、すごいもっと板をもっと走らせれるし、ノズ行けるチャンスがもっと増えるかと思うので、そこを今後、練習していきましょう。また、次回会う時に、まあ、波にあることを願って、やりたいですね。またよろしくお願いします。ありがとうございました。